qu'est-ce qu'elle... Nocto, quoi ça? Isoge, c'est qui qui est là? エンガスリア、この旅の行程と日取りは了承した。 まあ王子なんだろうけどさ、予想はしていたが。ビシッとしろよ、ああいう時くらい。ノクティス王子、何、いろいろと言い忘れてな。大事な友人たちに迷惑をかけないように。そんなことわざわざ。 知っての通り、頼りない息子だが、どうかよろしく頼む。お任せください。必ず無事に王子オルティシエまでお連れします。あ、僕もです。行くぞ。コールが車で待ってんだろ。ドロット、よろしくな。くれぐれもニライの奥方へ失礼のないようにな。どうぞそちらも、 ニフルハイム帝国様に失礼のないようにな。心配などいるものか。お互い様。いいか、途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。んな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、 常に胸を張れ。 ダメだな、こいつが外の厳しさが。仕方ないさ。さて、また押してくしかねえな。ああ、俺も喉乾いて死にそう。おい起きろ。俺、働き、スカ、車って乗るもんだよね。乗るもんだろ。いいから準備、行くぞ。 はい、せーの。
ないわ。ないよな、ノクティス王子。調子に乗りすぎたな。しょうがないでしょ。なんとも幸先の悪い。グラディオ頼む。なんだ、一人で押してくれ。バカ言ってんじゃねえ。でも俺ら手離しても変わないでしょ。プロンプトは話してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。いい子に席変われ。さっき勝ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。だそうだ。あー手痛い。おい手抜くなよ。はいはいはい。電話やはり話中だ。っていうかさ、おかしくない？ハンマーヘッドもっと近いでしょ。さっきの地図の通りだが。すげえ近所だったよな。なあ、かなりね。世界地図で見りゃな。はあ、世界広いわ。実感できるな。この実感嫌でしょ。お前ら押してるか。押してるよ。押してる。もう近いな。待ってたよ。どれが王子？お、はじめまして王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。君軽なフレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。あっちでジージが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘、ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。あ、まあ。親父の威厳はそっくり吹き取ったような顔だな。は？いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっとしまった顔できねえもんかね。こいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。あ、王子、この辺りは初めてだよね。地図あげるから、いろいろ見ておいで。よし、自由行動だ。あ、エボニーだ。ここにもだ。イグニス喜ぶな。あれ、ギルって何？ノクト、ここオートの金使えないよ。ならイグニスが用意してきたんだろう。聞いてみる。宿泊と自炊。勉強家だね。いらっしゃいませ。
ノクト、ちょっといいか。整備費用の支払いでもう金がない。シドニーに相談しようと思う。まさかの一文なしか。ああ、そうなる。だがよ、整備代にしちゃ高すぎねえか。あのじいさん。肉は何を使っているんだろうな。乗ってりゃ何でもいいけど。いらっしゃいませ。今日はどうするんだ。標的たちだ。あんた勇気あるな。何が知りたいんだ。油断するなよ。お、ああ、じいさんの指令か。今日は何食べるんだ。気に入ったならまた来てくれ。国内にないと困るんじゃない。やっぱりそうなのか。国の象徴だもの。ああ、あれ、協定ってどういう話だっけ。あれ、まだ整備中だよ。どうしたの。悪いんだけど金貸してくれ。ん、なるほど、じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきじいじが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代ですから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。ここまで計算されていたとはな。せっかくだ、外のやり方に習うか。
でも夜行っちゃダメだよ。死骸が出て危ないから。じいじには内緒。これ前金ね。それだけあれば泊まれるでしょ。まずはこいつらだな。やるぞノクト。ノクト、行くぞ。武器召喚できんだろ。敵に合わせて使え。エグビス、遅れるなよ。やったな。ああ。正直ぬる。だが手は抜けない。ノクトがいると楽できる。よし。次の地点へ向かおう。次はこいつらだね。ガンガン行こう。ノッコ、気をつけろ。よっ。エグビス。ああ。おいおい、しっかりやれよ。うっせ。さらよ。やせ。ほら。はい。やばい。やば。ちょっとと終わらせて。めしきだ。だ。ほ。と。悪い。や。無茶をするなよ。おはような。やったね。あと一箇所。さっさと行くぞ。どういう予定だっけ。ハンマーヘッドで整備が終わったらガーディナと船場に向かう。ガーディナからは船だぜ。で、着いた先で結婚式だな。そっか、車の整備待ちしたらガーディナで船ね。
こいつらで最後だ。切り抜けよ。シフトブレイクして敵のガードを崩せ。これで満足だろ。ノクト、うまいことやるじゃねえか。ノクト、能力使いすぎてくたばるんじゃねえぞ。隠れて回復しろ。トロよっ、され問題ない。それグラディオ、頼む。よけ、無駄だ。あいつが落ちた。よし、よかったな。あれ、電話。はい、シドニーだけど、胎児は順調？ああ、今終わった。よかった。悪いんだけどさ、ついでに人探しも頼めない？デイブってハンターが連絡取れなくなっちゃって、その辺の小屋にいるはずなんだよね。この辺の小屋、ああ、分かった、見てみる。シドニーから、なんだって？デイブってやつを探してくれって行くよ。すぐ近くの小屋にいるらしい。気をつけろ、来るぞ。これ囲まれたらヤバそうだね。油断するぞ。ノクト！よっ！さて。いい感じだ。当然。あっちにも小屋が見えるぜ。いや、待ってくれ。提案がある。
なんだあいつ。凍鉄というモンスターだ。あの鋭い牙を獲物に突き立て巣穴から引き出して食べるらしい。それさ、相当だね。生物的に関わりたくねえ。見直したぜ、ホット。あ、よっ、てやよっ、もらった。メガネ無事か。心配ない。先を急ごう。そこに誰かいるのか。あんた、ハンターのデイブか。探したぜ。おい、大丈夫か。ああ、俺を探しに来たのか。ちょっと足をくじいてしまってね。なあ、近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。ほとんど倒したんだが、まだ一匹残ってる。できればここで仕留めてしまいたい。君はハンターではなさそうだな。頼めるか。ええぜ、俺たちに任せとけ。オンニキル、じゃあ奴の居場所を詳しく教えよう。いい判断だ。さあ気合い入れて臨もうぜ。一旦休憩して体勢を整えよう。よし、近くのシルベでキャンプをしよう。ここじゃだいぶハンターが活躍してるみてえだな。あの人たちって警護隊の代わり？民間の組織だが役割は同じだな。俺らよりよっぽど実戦経験してんだろ。俺、彼らの前でこれ着られないな。なんだよ、特別に作ってもらったんだろ。ご丁寧に紋章までついて。警護隊支給の服は身分証明でもあるからな。大事にしてくれ。よし、着いた。今日はここまでだな。ここでいいか。よし、テント張るぞ。
うまく取れてるな。かっこいいね。だろ。あ、この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。一番詳しいって？陛下の旅の間、シド。あの車を見てたんだからな。波の整備士では扱えないそうだ。複雑そうだもんね、レガリアって。遠い場所じゃ下手に壊せねえぞ。っていうかね、壊したら殺すって命してたから。大事な車だ。大切に乗ろう。そうだな。俺たちが再び車に乗れる日は本当に来るのか。不便だよな、やっぱり。昼寝もできねえし。見て、あれじゃない？デュアルホーン。デイブの言う通り変種のようだな。放っておくわけにはいかなそうだ。待て。なになに。やつはだいぶ気性が荒そうだ。そう、なんかぼんやりしてない。ああ来るぞ。うわぁ。おお、やった、すっげえ。さすが、まだだ。うわっ。さて、どうか。体で。無事に済んだな。あ、ねえ、電話。はい。見つけてくれてありがとう。デイブとも連絡取れたよ。あ、お疲れ様。こっちの整備ももう終わったよ。あ、そうだ、せっかくだからこの子カスタマイズしてみない？じゃあそれで。工場まで戻っておいで。分かった。さて、次の運転役だが。ずっとイグニスでいいんじゃない？だな。外じゃ燃料切れも命取りだ。俺自信なくしたよね。俺同じことやる自信あるわ。なら引き受けよう。頼むぜ。俺も運転席は窮屈でな。
歩きじゃ限界あるよな。オート育ちだしね、俺たち。車が戻ってくるまで辛抱だ。シドニー待ってるかな。レガリアもそろそろ整備が終わった。なんだ？やっぱ。でっか。あれ生き物？あんなのがいるんだな。規模が違うな。すっげえ。よし、着いた。やっと人のいる場所に来られたな。任せたね。ほら、綺麗になったでしょ。こりゃもう汚せねえな。よし、じゃあレガリアと写真撮ろう。大事に乗るんだよ。あ、そうだ王子、ちょっと届け物を頼まれてくれる？ああ、ええけど。ありがとう。まあ実はもう車に積んであるんだけどね。ガーディナへ行く途中にモーテルがあってさ、その荷物を店主に届けてほしいんだ。頼むよ。ちゃっかりしてんな。ノクト、せっかくの機会だ。整備もされているし、少し運転してみるか。ああ、そうだな。分かっているとは思うが、慎重にな。好みの品を選んでくれ。
また寄ってくれ。今日はどんな武器が欲しいんだ？ほら、受け取ってくれ。また来いよ。ガーディナまであと1日はかかるな。あちいな。そうだな。今日の天気は？快晴だ。気温も上がりそうだな。ハンマーヘッド、いい店だよね。整備の腕は陛下のお墨付きだからな。旅終わったらもう行けないよね。あ、好きに行けばいいだろ。終わる前でもその後でもよ。聞いた限りじゃシドニーもだいぶ腕がいいらしいぞ。彼女に会いたいのか。じゃあその時はレガリア貸してやる。おお。あ、いや待って、それやっぱダメだ。オート帰ったら俺車考える。よし、この辺までにしておこう。外の道に慣れるまではしばらく俺に運転させてくれ。